みなさん、こんにちは。ダンテですよ。今日は、みんなの大好きな、裂けるチーズを、僕が、伝授してあげるぜ。用意するものは、これ。モッツァレチーズ。クソ高かった。300円だぜ。90度のお湯に入れる。で、これが55度になるまで、待つんだよ。まあ大体55度ぐらいになったらこれをこれをこねる。餅をこねるようにこねるらしい。うわ、温まったチーズをこうやって折りたたんで、もう一回お湯に戻す。お湯に戻してあったかくなったらまたこう、これを繰り返す。一本のチーズを冷水に入れる。1センチぐらいの大きさにして適当な長さに切って、これか、塩漬けする。うお、じゃあこれが完成品ですね。いきますよ。おいおい、裂けてます。あれ、これもう上出来じゃね。ほら、あれ、あん、ほら、味、ほら、めっちゃ裂けてんじゃん。あっ、うん、味がない。ああ、普通のやつを4個買った方が得だと思うんだけども、こういう実験も面白いと思うよ。ってことなんで、今日はスライスじゃなくて裂けるチーズでした。 TDS 株式会社